こんばんは、ペケです。今回は千葉県御宿町の事案について考察していきたいと思います。不動産会社の前に2つの段ボールが置かれていた点や、その中から頭蓋骨等が発見されている点など、不可解な事案です。私個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれませんが、ご了承ください。詳細です。2014年5月6日朝8時頃、千葉県御宿町須賀のマンション1階に入る不動産会社の前に段ボール箱2つが置かれているのを、出勤してきた不動産会社の店長の男性、当時34歳が発見します。店長が不審に思い、段ボールの中を覗くと、その中に半透明の衣装ケースが入っており、さらにその中に頭蓋骨などを見つけ、すぐに警察に通報。段ボールはテープで塞がれており、1つ目の段ボールにはタオルにくるまれた頭蓋骨、2つ目の段ボールには胴体の骨や銀色の腕時計、肌着やパンツなどが入っていたということです。また骨と骨の間の隙間を埋めるかのように古新聞が挟まっていました。警察が周辺住民に聞き込みを行ったところ、早朝4時にこの場所を通った新聞配達員は、暗くてわからなかっただけかもしれないが、段ボール箱は見ていないと証言。6時45分ごろ、近所に住む60代の男性がマンションの植え込みのあたりに段ボールが一つ転がっているのを見つけ、同じ形の段ボールが不動産会社の前に置かれていたことから、不動産会社のものだと思い段ボールを移動させたと話しています。また店長の話では、前日の5月5日午前7時くらいに退社した時には段ボールはなかった、発見時会社に関係のあるものだと思い開けたらタオルにくるまれた状態で茶色がかった頭蓋骨がありびっくりしたと話しています。その後の捜査で、段ボールの中の骨は60代以上の男性のものだと推定、身長150センチくらいの小柄で、段ボールの中の骨と骨をつなぎ合わせるとほぼ一人分になったそうで、いくつか欠損はしているものの他の骨は混ざっておらず、目立った手術痕や攻撃された痕跡もありませんでした。亡くなってから数年が経過しているものと見られています。段ボールに入っていた古新聞は、事件から6年ほど前の2008年8月に江東区や足立区など東京東部に配られたものだったことが分かり、さらに銀色の腕時計にはサンロードと印字されていました。肌着やパンツについては量産品で色あせていたことや、痛みが激しく身元を特定できるような手がかりはなかったということです。その1年後には警察が似顔絵を制作し公開していますが、現在も身元の特定はできていないということです。ペケの考察です。第一発見者の店長さんは大変驚いたことと想像します。私が事件を調べた第一印象では、マンション1階に入る不動産会社に対して何者かが嫌がらせ的な行為で段ボールを置いていったのではないかと考えました。不動産会社は個人もしくは団体とトラブルになっていた、どちらかというと組織の人間であり、そのことから言うことを聞かないとお前もこうなるぞという意味を込めて不動産会社の前に放置した可能性を疑いましたが、気になる点がいくつかあるので考えていきましょう。一つ目はこの段ボールが置かれた時間帯です。事件前日の5月5日の19時に店長が退社した時にはこの段ボールはありませんでした。また翌日早朝4時頃に新聞配達員がこの場所を通過した時には、暗くてよく見えず見落としていた可能性はあるものの、段ボールは見ていません。その2時間45分後の朝6時45分、近隣住民が段ボールを移動させていますので、早朝4時頃から6時45分までの2時間45分の間に置かれたと推測できます。次に段ボールの中身についてです。身元不明の骨が入っていたわけですが、初めに考えていくのが古新聞です。2008年の8月に東京都江東区足立区で配られた新聞だったことから、この身元不明の男性はやはりその辺りに住んでいたのではないかと考えます。さらに日付が事件発生の6年前なので、2008年の8月頃まで東京都江東区または足立区に住んでおり、男性が力尽きたのもやはりその頃ではないかと想像しています。ただ新聞に関してはたまたま偶然その年代のものを使用した可能性も否定できないと考えています。また一緒に入っていた銀色の腕時計や下着などからは特定は難しそうです。時計のブランドサンロードも調べたのですが、国内のマイナーメーカーで珍しい変わった時計というわけではなく、名前やイニシャルなども刻印されていなかったので、ここからの特定も困難です。
そして私が一番気になったのが、段ボールの中に骨が丁寧に入れられていた印象を受けています。段ボールの中にさらにプラスチックケースを入れ、骨と骨が当たらないように古新聞を詰めてタオルでくるんています。このことから私は嫌がらせの類ではないようにも感じています。ではどういった理由でこの場所に放置しなければならなかったのかを考察していきます。一つ目のケースです。男性の身内の方が金銭的に困窮し、年金を受給するために男性を保管していたという説です。そもそもこの骨は火葬されていたかどうかという点が大きな疑問で、もし火葬されていなかったのなら、何者かが男性を骨だけにした、他の部分は剥ぎ取って処理したということになり、身内の方は金銭的に困窮していたため火葬ができなかった、もしくは火葬はしていたとしても埋葬するお墓がなかったのではないか。このケースでは骨が丁寧に段ボールの中に入れられていたことや、思い出の時計が入っていたことも納得ができ、また家族が名乗り出ていないことも理解ができます。そしてなぜこの場所に遺棄したのかというと、生前男性は綺麗な海の広がるこの御宿町が好きだったため、せめて男性の好きな場所に葬ってあげたいという家族の気持ちがあったのではないか。この場合男性の身内の方が関わっているのではないかと考察します。そして2つ目のケースは、身内は身内でも誤って遺棄した説です。男性の妻が男性を保管していたものの、その妻も力尽きてしまった、後に子供や孫がこの段ボールの中身を骨だと知らずに遺棄した可能性です。もし男性が生前御宿町が好きだったのなら、マンションには放置せず海に葬るのではないかとも思います。しかしなぜこの場所に段ボールを置く必要があったのかとの疑問が生まれ、この線は薄いように感じています。3つ目が第三者の犯行説です。この説は、男性が何らかの事件に巻き込まれ第三者の手によって力尽きているのなら、火葬はされておらず犯人の手によって肉や皮を削がれており、丁寧に段ボールにしまわれていたのは犯行後の罪悪感から来るものであり、後に隠しきれなくなり急遽この場所に遺棄したケースです。最後の4つ目は、この不動産会社の紹介で物件に入居した人物が、その物件に2つの段ボールが残されていることに気がついた、そして中身を知らずに紹介してくれた不動産会社の前に置いた可能性です。ただこのケースでは早朝にわざわざ置きに来ていることや、後に報道されてからも名乗り出ていないとなると、やはりこの線も薄いように感じています。この4つのケースを私は疑っていますが、段ボールにきれいに入れられていた点や、逆に不動産会社の前に無造作に放置されていた点など、遺棄する理由が不可解に感じる事件です。あなたはこの事件をどのように考察しますか？名探偵ペケのコメント欄では私の把握漏れした情報や違った角度からの考察もありますので、ぜひチェックしていってください。ペケでした。